馬車馬です。馬車馬はカツオのたたき、英語で言うところのカツオスマッシュが大好きで、食べ過ぎるあまり猛省を促されたこともあるほどですが、カツオのたたきって生姜をたっぷりつけていただくと美味しいんですよね。ということは生姜焼きをつけていただいたらもっと美味しいのではないかと睨みましたよ。カツオはとってもヘルシーなのでダイエット中の馬車馬にはもってこい。最近膝が痛いけどまあいっか、2個あるし。味の感想ですが、カツオの臭みを爆発的に引き出してしまいました。生姜焼きの熱でカツオがどんどん温まっていき、脇の下ぐらいの温度になったその刹那、壊滅的な臭みが馬車馬の体を貫いて思わず吐きそうに。これが本当の戻りガツオってなもんよ。定期預金とカツオの臭みはむやみに引き出してはなりませんな。馬車馬でした。馬車馬です。我は太巻きが大好きで、先日角煮の太巻きを作ってみたところ、あまりのうまさにそれ以来、一人称がラスボスみたいになったほどですが、太巻きはいいですよ。なんたって、細巻きよりも太いんだわ。現代人の目に覇気がない理由、それは細巻きしか食べていないから。細巻きは引き出しの奥の方にしまっちゃってさあ、今夜は太巻きとしゃれ込んでみませんか。味の感想ですが、モストバリアブル太巻きでした。どうやって食べても米と角煮が同時に口に入ってくるので夢みてえだ。人生で食べたものの中でケンタッキーの次にうまいです。長いものに巻かれる人生、上等じゃないですか。太巻きの価値は具材のうまさで決まりますよ。馬車馬でした。馬車馬です。チャーハンマニアの馬車馬は、北は上板橋、南は下板橋と東京中のチャーハンを食べ歩いてきましたが、どういうわけかチャーハンと生魚という組み合わせは一度も見かけませんでした。ならば自分で作ってやろうと思い、今回はネギトロユッケチャーハンを作ってみました。ネギトロをユッケにしたのは中華に寄せるためですが、見てくださいこの鮮やかな色、スパイダーマンみたいな色してますよ。味の感想ですが、サウナの逆でした。熱々のチャーハンとひんやりとしたネギトロによって自律神経が乱れていくのを感じます。ネギトロユッケもよく見たら、主人公が敵の組織に無理やり食べさせられるやつみてえだ。五越道州と言いますが、船頭多くして船山へ登るとも言います。結局のところメンツ次第なんでしょうな。馬車馬でした。馬車馬です。カレーの隠し味にヤクルトを入れると美味しいと聞いたのですが、どうせならもっとたくさん乳酸菌が入ったカレーを作ろうと思い、今回は S903R1Y1000 カレーを作ってみました。 Wi-Fi のパスワードみたい。カレーのスパイスが乳酸菌に危害を加える恐れがありますが、ご安心ください。名前の響きからして一番乳酸菌に優しそうなコクマロをチョイスさせていただきました。遺伝子が書き換わってミュータントになってもおかしくないほど凄まじい量の乳酸菌が入っていますが、果たしてそのお味は。味の感想ですが、納豆とカレーが相性抜群でうめえ。強火で煮込んだ際に全滅してしまったのか、乳酸菌の息吹はこれっぽっちも感じられませんでしたが、味は最高でした。生きたまま腸に届く乳酸菌だけでなく、志半ばで散っていった乳酸菌に思いを馳せる馬車馬でした。馬車馬です。なんで麻婆って豆腐とナスと春雨の3つからしか選べないんでしょうね。大木戸博士のつもりか。もっといろんな麻婆があってもいいのになということで、今回は麻婆親子を作ってみました。それにしても中国って美味しい料理がたくさんありますな。馬車馬は時々松尾芭蕉が中国を訪れていたらどんな句を読んだのか思いを馳せます。ニラ玉やチャーハンなどがうまかった。味の感想ですが、最高でした。あまりにも美味しすぎて落ちたほっぺたがそのまま地面に突き刺さっちゃいましたよ。賃貸の人はお気をつけください。鶏肉と鶏ひき肉が同時に口に入ってくるので、どこをどれぐらい噛んだのかわからなくなるという欠点はありますが、それもまたご愛嬌。
皆さんもぜひお試しください。馬車馬でした。馬車馬です。あれ、洗濯物が蒸気を逸したスピードで乾くと思ったら夏じゃん。夏といえばビール、ビールといえば枝豆ですが、冷静に考えたら豆よりも肉の方がビールに合うと思いませんか。というわけで今回は枝肉を作ってみました。枝豆ってケンタッキーと違って食べる前と食べた後の見た目がほぼ一緒なもんで、どれを食べたか途中で分からなくなっちゃうんですよね。馬車馬は食べ終わった枝豆に爪で目印つけてます。味の感想ですが、幻かと思うほど量が少なかったです。生実感、肉自体は美味しいもんですから、もっと食べたいなというフラストレーションだけが募っていき、そのストレスからか皮肉な形でビールが進みます。皆さんはそら豆で作ってみてください。馬車馬でした。馬車馬です。近所のお肉屋さんにモグラみてえなサイズのソーセージが売ってたもんですから、迷わず購入してしまいました。というわけで今回はソーセージエッグ丼を作ってみました。馬車馬は現在 1K の賃貸に住んでいるのですが、これがまた狭くてね。リビングは6畳、風呂はバランス釜、キッチンなんか肩幅ぐらいしかないもんですから、広い家への引っ越しを模索しております。人間というのは立って半畳、寝て1畳、自炊始めて 1LDK ってなもんよ。味の感想ですが、こりゃうまいわ。炒める段階でソーセージからサウジアラビアぐらい油が出てきて、その油を吸い込んだ卵がうめえのなんの、すべての飯がこれと同じ味で構わん。ボロニアソーセージ見かけたらぜひ買ってみてください。馬車馬でした。いなりを作るのに慣れすぎて油揚げのさばき方が銀行員みたいになっちゃった馬車馬です。伝説の美食家魯山人は美味しいすき焼きの食べ方をこう記しています。まず食べたいだけの肉を焼き、それを絶妙なタイミングで食べ終えてからネギと煮込んで食べる。今回はこの食べ方でいなりを食べてみました。っていうか大なり小なりって大きい稲荷とちっちゃい稲荷のことかと思っとったわ。味の感想ですが、びちゃびちゃの稲荷でした。稲荷に絶妙なタイミングなんかあるか。食べ進めるほどに稲荷から酢飯が飛び出してきてもうむちゃくちゃ。ただ肉の近くに白滝を置くと肉が硬くなると言われていますが、どちらも入っていないのでその心配はありません。美食の世界は奥が深いもんですな。馬車馬でした。